さあサポーターの見守る中前半戦スタートです。スイリングに行く、中に誰か来てますよ。ここは阻まれました。まずは中央から行きましたがボールは繋がっていきません。いい力の展開ですね。バックパス、チェック、セギに行く、チェック、チェックに行く。さあ行けるか。中にスッと入ってきますね。左サイド駆け上がります。止めに行く。よく見てましたけどね。ポルト、ここからの攻撃になります。かなり動いてきますね。後ろへ流してチェック、チェックに行く。中にスッと入ってきますね。先制のチャンスだ。あっとこれはファインプレーです。ルイゾーン、前半も15分が過ぎました。取られます。チェック、セギに行く。攻め上がったんですがここはうまくいきません。一人いい動きを見せてますよ。先制のチャンス、中にスッと入ってきますね。ここで奪い合う。先制のチャンスだ。ゴール前を固める。ここは誰も走り込んでいません。さあ固まっている。さあベンフィカ、今日初めてのコーナーキックのチャンスになります。さあコーナーからの最初のセットプレー。さあショートを使います。ここはディフェンスされました。チェックが入りました。サイドからいい上がり方をしますね。ワンタッチ、戻し、ここはよく守りました。攻め上がったんですがここはうまくいきません。左サイド、中央よく動いてますね。さあ先制点のチャンスになるか。左へ回す、オスカル・カルドーソ、サビオラ、このツートップにうまくボールが絡み出してはいるんですがもう一歩及びません。オフサイドですね。ヘディング、ポルト、まだ得点はなく0対0。ちょっとこの時間帯中盤を支配されてきているようですが、そうですね、そんな流れになってますね。いい展開してますね。アプローチ、ここでファールがありました。ここからのフリーキック、フォロー遅いですね。さあいけるか。わずかポストの右、you
さばいた。縦へ、ジオへボールが出てきた。ここで激しいシュート。さあ前半の40分を回りました。取りにくいボールだったんですけどね、ここはよく止めました。ここで前半終了。エンドが変わって右にホル、左にベンフカ。中に誰か来てますよ。守りを固める。そのまま打ち、バッター左足。ホルト、もう攻めなければなりません。そうですね、後半始まったばかりですけども、スコア上の余裕はなくなったのでね、こっからどんな形の攻撃を見せるかですよね。前にいる。さあどう攻めるか。ヘッド、ゴール、追いつきましたね。試合も面白くなってきましたよ。いかがですか。これさらに攻撃に出ていかなければいけないってことですね。スペースをうまく使おうとしますね。チェックに回る。いい位置でスローインになりました。チェック、ライカ、アビガルシア、差はありません。止めに行く。中央から行った。強い。やっと PK です。ホルト、ペナルティーキックを与えています。やってしまいましたね。さあこれは外せません。さあベンフィカ、ここで勝ち越しています。2対1。ベンフィカ、ここまでなんですがどうでしょう。はい、完全に試合の主導権を握りましたからね。ただここであまり単調になりすぎないように心がけたいところですよね。サイドからいい上がり方をしてますね。守りを固める。後ろからのマーク、中央から上がっていく。チェック、ここで流れをつかみたい。バックパス、短く出します。アビガルシア、右に回してパスをつないでいく。さあボールが抜ける。防ぎに行く。狙ったボール、ブロックする。
まもなく後半の30分が経過します。チェックに回る、サイドから行く、ここはなんとかクリアです。ミドルシュート、相手に当たった、なんとかクリア、レフが結局ボールを奪われました。おっと狙ってきた、入った、右足離されました。さあポルト2点を追います。いいところ、シュート、これは惜しい、フッキ、ここで交代させます。見ていてスタミナ切れた感じするんですよね。変えてきましたね。もう一度ガライ、アプローチ、かなり動いてきますね。さあ追加点になるか、チェックに行く、直接行った、うわ、はい、さあベンフィカ3点差をつけています。しかし先ほどのゴール、素晴らしい速攻でしたね。一瞬の隙というのは怖いですよね。後半40分が過ぎました。右へ出した、チェック、止めに行く、中にスッと入ってきますね。守りを固める、ここはなんとかクリアです。あっと、ここには誰もいません。しかし追いかける、チェックになります。スペースをうまく使おうとしますね。チェックに行く、一人いい動きを見せてますよ。シュート、ゴー。さあベンフィカ4点差をつけています。ベンフィカとしてはやりたい放題できる感じですね。4点差でしょう。